ワクワクドキドキ。トシキトレックは割とさっくり、うん、割と早かったですね、スムーズ。まあ2人だとベイちゃん、ベイちゃんもね、やっぱりとかになってくる。でもありますよ、喋る喋ることあんまりないよ。いやでもなんとなくお互いの松永さんの、アルバムに俺も参加してるし、俺のソロとか、作りたいなと思ってた時に松永さんにトラックくださいよっていう話してたしっていうのはもう多分その時点であって、でなんかどっちからやったらな、ライブとか一緒にやってみますみたいなのはどっちからともなく、どっちからだっけな、あれそこの具体的なとこ覚えてないな。でも、もともとあれなんですよね、あのラッパーと組みたいという欲がずっと昔からあって、なぜかというとライムスターからヒップホップに入ったので、ライムスターに憧れてヒップホップ入って DJ 始めたので、まあ要はライブして曲作ってみたいなアーティストになりたかったんですよね。だからまあラッパー作りたい。多分俺がさっき言ったにしろあっちもあそう思ってたみたいな感じだろうし、松永さんがさっき言ったにしろ俺もあ俺も同じこと思ってましたって言ったと思うし、どっちからやったかはあんま覚えてないぐらい両方そう思ってたみたいなことは言った記憶があるっすね。多分自然にある程度出会うんだろうなとか思って、自分がめちゃめちゃ頑張って DJ 上手くなってどんどん活躍動の幅を広げてったら、おのずとどんどんかっこいいアーティストに出会うだろうし、いろんな人に会って、でもっと自分のなんだろう、人間性とかも人としても音楽性も合うような人と自然に出会うんだろうなと思って、じゃあそこまでに自分の腕磨こうっていう発想に切り替わったんですよね。まあ、ずっともともと何者かになろうとはしていたタイプの人間だったから、何か探してたんでしょうね。本当っすね、こんな感じになると思わなかったっすね。そうではないと思うんですよ。だから地元にいる友達からしたらありえないと思われたと思いますね。あ、そうですか。うん、俺がしゃべりの仕事やってる。で、たまに、うん、多分ありえないと思ってます。いや、なんであいつがみたいな。
ちぎり苦しいのに MC ですよね。余裕で、団地ですよね。本当に DMC のおかげで寿命縮まってるなと思いますね。そう、精神的な面とか詰められてとか、うん、まあ今年のルーティンは2018年からずっと作ってて、去年から、まあ、正確に言えば一昨年かな、2017年の大会終わって秋ぐらいからずっとまた考え始めていたので、頭の中では、うん、まあその期間ずっとやっぱり健康的な精神状況ではないですよね。あ、そうなんですか。いや、そうっすよ。マジで。でも俺本当に DMC に挑戦し始めたからずっと傾向的な精神状況で生きてなかったっすよ、DMC のおかげで。じゃあこの間やっとそれがある程度解放されたってことですか。そうなんですよ。4ポイントで DJ 松永が優勝。出れば苦しいじゃないですか、それは勝ち負けつけられて、でその長期間ずっと家でずっと何が正解か不正解かも分からずずっとこう暗中模索でルーティンを作り上げる長い作業で、本番出て怖い舞台に立たされて勝てるかも負けるかも分からん中で披露して、で負けるみたいなことが多いわけじゃないですか。で初めてちゃんと勝ち切らないとやめれないというか、まあ出始めてもちろんさっきみたいに苦しいじゃないですか。で出ないけど出ないでずっと苦しくて、俺一回その DMC 出るのやめようと思ったんですよ。まあクリーピーナッツの活動があるから、単純に物理的に DMC に挑戦し続けてもしんどいし、で DMC でまあ結果残してもそれで食えるかというと違うし、まあ合理的に考えてやめようっていう。で DMC のことを忘れられればクリーピーナッツの活動に集中できるかなと思って、忘れるように努力したことが何回もありましたね。やっぱり勝ち切れてないっていうところの中が、その比較、R指定との比較ですよね。その、クリプラッツのプロフィールはよく MC バトル日本一のラッパー R 指定とターンテーブルストライドトラックメーカーの DJ 松永みたいな、やっぱり実績的に、まあ、2位ってプロフィールに書きづらいというか、まあ、2位でも別に書けばいいのにと思いましたよね。そうですよね。でもなんかそれこそその自分のプライドなんですよ、うん、納得いってない最終結果をプロフィールに書きたくないっていう。なるほどね。だったらターンテーブルストライドトラックメーカーっていうの方がまだマシだなと思って、で勝ち抜いて1位って終わったらプロフィールをかけるなと思ってたんで、だからそれこそまあ本当に両方のこのなんだろうな、2つの要因が絡み合ってるというか、その単純にその DMC で勝ちきれないっていうことへのこのモヤモヤと、その勝ちきれてない自分とある程度の比較っていうのはモヤモヤ両方ですよね。なんかそれをだから俺、まあ、多分松永さんがそういう風に言った時に、俺は多分そのなんていうんですかね、コンプレックス抱かせてる側の振る舞いみたいなの多分ちゃんとしないと成立しないんでしょうけど、その笑いの笑い話というかそういうなんかやり取りとして、はい、それすら俺は下手くそやったから、うん、申し訳ないと思いますけども、でも全然お互いがお互いコンプレックス言い出し合ってる部分はあるんじゃないですかね、うん、でもなんとなくやっぱり人二人っていうのはそんな両方ともないものねだりやと思うし、だからいやうまいのは分かってたんで、ていうか実力なんかそんなもん一緒にやってたら一番分かるんで、うん、だからそこに関してあんま俺は何も言える立場じゃないなとは思いますけど、thank you.
ましたね。初めての生まれて初めてだったんですけど、29歳にして生まれて初めてだったんです。逆です。逆です。で、いろいろ準備してきたんですよね。まあ、単純にあの風邪ひくのが一番怖いんで、俺結構喉風邪なんですよ。空中にやるとすぐ風邪ひいちゃうんで、もう大量の濡れマスク。一箱に見えるじゃないですか。二箱買って一箱に詰めてる。あ、準備万端。やる男。パンパンです。パンパンです。だいぶやる男。パンパンです。だからもうあと、すごい飲むと眠くなる鼻炎の薬も大量に服用します。今、ネオドンタ多分一瞬でこう、ちょっとそう。なるほど。そう、担当されてどれぐらい経つんですか？17からなんで、2年ぐらいですかね。どういう人ですか、松永さん見てて。まあ、でもなんか、すごくしっかりしてるし、真面目だし、素直だし、ナイスガイだと思うんですけどね。まあ、言ったらクリーピーになってて名前があるじゃないですか、うんうんうん、負けるリスクもあるじゃないですか、うん、だから担当の人としては、うん、いや、それ出ない方がいいんじゃないっていう話もあるんじゃないかと思うんですけど、うん、その辺の思いは森さん的にはあったんですか？そうですね、正直今おっしゃっていただいたみたいに、まあ、こう目立つ存在ではあると思うんで、まあ、それにこうちょっとこう嫌気というか、まあ、そういうのを示す方も中にはいるとは思う、たは思ったんですけど、長年やっぱチャレンジし続けてきていて、まあ、非常に取りたいという気持ちも見受けられたし、まあ、取るんだって意思はすごく強く感じたんで、まあ、だし、まあ、その、まあ、なんですかね、取れるとも思ったんで、そこは、背中を押したかった。世界大会、ロンドン一緒に来てますけど、はい、森さん的にはどんなことをご期待されてますか？ですね、やっぱりそのここまで来たわけで、世界一になるところはすごく見てみたいですし、まあちょっとお相手があることなんで、だし勝負事なんで絶対ってことはないと思うけど、取れる素養というかみたいなものを必ず持ってると思うんで、世界一になる DJ 松永を見たいなと思います。まあ、それを一番近くで見れると思うのですごく楽しみだなと思います。こういうですか、タレント性がすごいというか、実はそんなにヒップホップあまり知らないんですけど、なんかその中でもこうすごい、なんていうか、すごいグループだなっていうのがなんとなくわかるというか、こうなんていうんですかね、すごいいい二人組だなというかな、なんか優勝した時の普段見ない顔というか、その嬉しそうな顔とかは撮りたいなとは思いますね。やっぱ両手上げるんですか？どうなんですかね、こうみたいな感じの可能性もあるなっていう地味にね。そうですね。
ルーティン作るときに迷うんですけどね。なるほどね。まあそうですよね。難しくしない選択肢だってあるんですもんね。そうなっちゃうと俺の良さが消えちゃうんですよね、ルーティンの中で。結構割とストイックな、シビアな、なかなかそもそも肉体的に難しい技を結構詰め込んだりするから、でそれが俺の武器でもあるんで、で練習はまあやれるだけやってみたものの、前日ですけど今ちょっと成功率は怪しいかなって感じしますよね。2006年に世界との時の決勝の試合の動画なんですけど、はい、これを見ますね、モチベーションアップのために。俺の師匠が世界一取った時の瞬間を見て、俺を持っていって、やっぱりちょっと気持ちを上げるために見てますからね。なんか俺あれなんですよね、なんか自分への期待値がちょっと高すぎる節がありまして、はあはあ、なんか本当に実力以上のプライドを持ってるので、身の丈に合わないプライドを身にまとってずっと生きてきたから、不遇でちょっと食えてない、消化されてないみたいなところのギャップのところで、うん、めちゃめちゃその苦しんで、なんかいたたまれない、見てられない感じになってたなと思いますね。
それは今決して替えの利かない。本当にすごい、ありがとう、超ありがとう、チャンピオン、チャンピオン、すごいね、素晴らしい。サンキュー。いやすごいっすね、うん、まあ途中からなんとなくねもう行きそうだなっていう空気が欲しくなったんですけどね。あ、早くツイッターの専用人だな。あの世界チャンピオンなんですけどどうしましょう。やってんすよ、やってんのよ、やってんのよ。やりましたね。いやーちょっとビビるね。すごい勝った DJ 松永が先週土曜日にロンドンで行われた DJ の世界大会で見事優勝、世界一になりました。あ、松永世界一ってこうやって出てきて、俺は渋谷の路上で座りながらおおやりよったあいつみたいな。じゃあ楽しそうやったのが良かったですね、やっぱ動画とか見ても。こんな楽しそうにルーティンしてんの俺結構初めてぐらい見た。そうですか、こんな。そりゃ優勝するわっていうような、なんかもう立ち振る舞いとか、おめでとうって言ってきて、なんかヘラヘラして、うわやったなお前とか、ほんまに地元のそれみたいな、なんかお前すごいなとか言って電話切って、なんかその後嬉しくて、その一緒に行ってたラッパーと2人で朝方なんか渋谷の磯丸水産でちょっとだけ酒盛りをしたんですよ。なんか普段飲まない。ずっとやってますか。そうですよ、でも飲まないですよね、はい、飲まないですけど、まあ、そいつとちょっとまあお祝いやとかってちょっと飲んで、結構ベロベロで朝8時ぐらいに家帰って、でなんかさっき見てたツイッターのなんか松永おめでとうみたいないっぱい溢れてるそのあれとか見ながら、よかったなみたいな思いながら、その時が結構グッときましたね。一夜明けた姿でございます。あ、もう撮っても、もうお構いなしに撮り始めます。審査員の顔とかめっちゃ見ながら審査員の顔めちゃめちゃ見たりとかしてスマホで審査員の方もしてアクションの上での話は審査員の話は俺のことはお客さんも絶対に全然知らないです。そあそこで初めてでしょ。そうそう、なんか1本目の審査員の驚いた顔みたいな気持ちよかったです。どんどん行きますね。やめようやもう無理やろうや、他の誰でもね俺に言ってんだ、身の程知らずと笑われようが、ママナンバーワンペアもっとベンチフォーマー。